と今ちょっとあの、神戸の、まあ、めっちゃ綺麗なところですよね。なんかあのほんまの山の御影のどちらかと上の方あのちょっと、着工させてもらったんですけども、あのまあトラブルというか、まあ、またトラブル的なことになって起きまして、まあ実際これもう開けてみな分からへんとこ、また必殺の開けてみな分からへんやつあるんですけど、あのまあちょっとトイレがあのあれですよね、排水の位置がちょっとこうだから前にだいぶ前にあって、で今のトイレでこう排水の芯が壁からまあ20センチのトイレが一般的なんですね。それしか逆になくて、昔は壁から39センチとか40センチとか52センチとか58センチとかっていう壁からの排水の位置がでトイレのこう種類でいろいろあったんですけども、まあそれを絶対今度はもうトイレで全部20壁から20センチのところに排水の位置があるから、まあ、こういうリモデルアジャスターっていう、まあ、こうアジャスターアタッチメントっていうので20のやつと元々の、床の、排水の位置の50をこうつなぐ役目のあのものがあるんですけども、でそれも許容範囲があって、20センチから50何センチぐらいまでしか、53か2か4かぐらいのまでしかこう対応してないんですね。既存の排水の穴が位置が52センチとかまでしか壁から、でそれを今回許容を超えてて58とかやったんですね。で品番、昔の品番を探して検索してもあの出てこない品番とかがあるんですよ、古いやつって。排水芯って品番でこう触ったらあのパソコンで調べたら大体出てくるんですけど、今回は出てこなかったんで、まあ、リモデルとかそのアタッチメントの対応でいけるやろうっていう、まあ、ことでやったんですけど、結局それを超えてくるっていうね、超えてくるかみたいな感じなんですけど、でもう急遽今日大工さん入ってくれたんで、もうアドリブでもうじゃあこんだけあの壁をちょっとその要は壁からそのトイレが前に出てしまうから、壁とトイレの背中のところに隙間ができてしまうと、ちょっと今回の おトイレのリフォレっていうトイレはちょっと設置できないんで、急遽壁を増やして、3センチ壁から3センチから4センチ壁をこう前に出して作って、間仕切りを壁を作ってでトイレを設置するっていう風に、まあ、今日してもらったんですけども、まあ、これももうほんまにあのあれですよね、あのリフォームもあるあるじゃないけど、で、まあ、お客様とはすごい交友関係が関係性ができてるので、まあ、僕がよりも今回もうち の兄天の声の兄がちょっと結構長くなって、それでまあ契約させてもらったみたいなところがあるんです、ちょっと棚ぼたなんですけど、まあ、でちょっとまあお任せするねみたいな形で言ってくれたんで、もう全然それしかもやる方法ないんで、それで やらせてもらうと。ただトイレが、まあ、あんまり前に 出すぎると今度は、まあ、この間も話したようにあの前のスペースが40センチいるっていう話が守れなくなってくるんですけど、今回はトイレの幅が1メートル35ぐらいあるんで多分いけるかなっていうところになりますね。はい、今日ちょっとトイレも取り替えてるんですけども、実はこれ、リフォレって言って陸州さんのトイレなんですけども、これタンクこの中に入ってるんですね。タンクがこの中に入ってる、うん、で、だから普通にタンクと便器みたいな感じだけど、パッと見たらもうこれ一体型のトイレみたいに見えるんですけど、特徴はこれ収納が、これ収納できるんですよ、ここ。はい、収納できるんですね。でこっちも収納できますよっていうところで棚があってっていう形ですね。はい。で手洗いがあるとですね。でこのトイレの特徴だけど、でここからこう回ってぐるぐるっと回って一回流してみましょうか。こうですね。でセラミック塗装してるんで100年持ちますよ、汚れがつきますよ。でここに水流れる。こうやって洗うという感じのトイレですね。で、床はフロアタイルって言って、こういうちょっとツルツルっとした床材ですね。硬いんですけど、こういう床材を買っている。
状態ですね。